すごい芋の肌が綺麗。あ、折れた。まあヤシにしよう。こいつは畑に植えようと思います。こっち食べよう。すったら粘りが強いから、それを薄めるのに味噌汁みたいなやつを作ります。これはだし醤油。この水道は山水です。この山芋の皮をむがずにひげ根を炙ったりとか、こうたわしでこするだけでするやり方もあるんだけど、昔子供の時よく山芋を掘りに行って、それでこう皮もやっぱもったいないからって思ってすったら、なんかすごい土の味になっちゃってちょっとダメになっちゃったこととかもあるから、自分は皮はピーラーとかでむぐようにしてます。一番つるに近いこの辺はちょっと固めだし、すったらアクが出て黒くなっちゃったりするから、ある程度なんかこう柔らかそうなこの辺から使おうと思います。それでこの上はまた山に埋めといたら、ここが芽で、これがまた春に伸びてくるんだけど、まあ山に植えたりとか畑に植えて遊んでみたりとか。そしたらこの芋をすります。で、この自然薯は粘りがすごいです。こんな感じでもう全部が持ち上がってくるぐらい、お餅みたいな感じです。今端っこを生でかじったけど、すごい美味しいです。口で噛んでるとこう口の中でもこんな感じになって、こうネバネバでキメがすごい細かくて、なんかちょっと甘い山のお餅みたいな、でとろっとしててぬめりがあって、なんかやっぱ美味しいです。しっかりもうつるも葉っぱも枯れてるから、完熟してるというか、美味しいです。よし、こんな感じです。すごい粘り、本当に。そしてこの粘りが強いのを、この味噌汁とか卵とかお醤油とかを自分で好みの加減のこう
薄さに伸ばして、それで塩味の加減も好みに合わせます。これを薄めていくときに、味噌汁とかを足すのにちょっとずつの量を足した方がこう混ざりやすいみたいです。いっぺんに全部入れたりすると今みたいにちょっとこう滑っちゃって混ざりにくい感じがします。こんな感じです。卵1個とさっきのだし醤油の味噌汁全部入れました。で、のりかけて、よし、完成です。天然の自然薯のとろろご飯です。正式名称は山の芋です。じゃあいただきます。久しぶりに食べる。何年かぶりかもしれない、本当の天然のやつは。おいしい。味わい深い。ちょっとやっぱ山っぽい味が、その嫌な土の感じとかじゃなくて、山の味というか、それがやっぱ味噌のこう、味噌とか出汁とかに合う、なんかどれもなんかこう優しい山みたいな感じで、なんだろう、しかもすごい粘り強いんだけどきめ細かくて、やっぱめちゃくちゃ美味しいです。美味しすぎる。掘るのはちょっと大変だったけど、やっぱ本当にめちゃくちゃ美味しくて、他の食べ物ともうどれとも違って、本当大好きです。山の宝石です。それに掘るのもあんまり石が多すぎない山で、なんか慣れてしまえば結構面白いです。体も冬なのに温まって、自分は結構慣れたら好きです。楽しいです。